でした。しかし中西さん、最後まで目が離せない試合になりましたね。本当ですね。お互いいいところにうまく出し合った試合になりましたね。非常に面白い試合でした。本日の結果は3対2。リガルーツ、勝利することができませんでした。さあ、放送時間がそろそろ少なくなってまいりました。本日の解説は中西哲夫さんでした。中西さん、どうもありがとうございました。いい、ありがとうございました。実況はジョン・カビラでお届けしました。画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。それではまた皆さん、またお会いしましょう。
熱狂を余すところなくお届けします。ジョン・カビラです。本日はコナミカップリガルーズ対スカムタスモスマ1回戦の模様をお伝えしてまいります。この試合の解説にはおなじみ中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。さあいよいよ決勝トーナメントが始まりましたね。中西さん、はい、トーナメント負ければ終わりですからね。今日の試合でも最初の得点というのは非常に大事になってくると思います。この位置からギャラが